偉人三宅は、後の上ズ国エビス軍を中心とする地域にあった、三宅。日本初期、安官天皇元年4月1日上によれば、内善京の柏での大麻呂は直命を受けて、死者を、剣士、偉人に玉を求めた。偉人国像らは、刑につくのが遅れ期限を過ぎても玉を、収めなかった。怒った柏での大麻呂は国の宮津子らを捕らえて、尋問した。国像の枠後なおらは、 恐れて、高級の信女に逃げ込んだ。カスガ皇后はこれに驚き倒れてしまわれた。緑に高級に入った竹縄入り剤も加わり財貨は重大であった。その食材のために、カスガ皇后に偉人宮家を献上した。これが分かれて、カズ国の軍となったという。後の、日本三大実録上岸九年四月20日上に、切符として表彰された。 カズサ国エビス軍のカスカベジカ黒主売りの名が見える。このことから、エビス軍に、カスガ皇后に関わるカスカベという名城が設置されていたと推測でき、カスガ皇后のためい人宮家が設けられたのは、史実と考えられている。また、日本初期に、分かれて軍なったとあるので、その領域は、泉軍のみならず、ハブ軍や長良軍にも及ぶ広大な宮家であったと、推測されている。 同年うるう12月には、三島あがた主の飯粒が、大友金村の指紋に応えて、竹村の地40町を献上したが、大川内味張は、同年7月に、両殿の更新を渋ったため、三島竹、村宮家に、田辺を出すことになった。また、同月、路上部、唐立巨有が、娘の窃刀の罪を買うため、秋国の路上部宮家を寄進しており、 武蔵国造家の騒乱があったのもこの月である。これらの出来事は、安官天皇時代に三宅の設置が推進され、その設置された国を統括する官人として、地域の豪族が国の宮津湖に任命されていったことと深いつながりがあり、携帯天皇以降の大和政権の経済的基盤の拡充と政治権力の強化等を促していった。ありがとうございます。